リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリンタです。はい、今日は先日私が丸山公園の周辺を散策してきたので、その時の映像をナレーション形式で、一緒に見ていこうかなと思います。はい、今は、こちらの映像、北海道神宮に向かって歩いているところでございます。はい、こちら北海道神宮の入り口の部分ですね。はい、ちょっとまあなんていうんですかね、気分のリフレッシュではないですけれども、身の清めとして、行ってまいりました。はい、まあこちらはね、結構いろんなこうお寺というか神社ですねのものがあるので、そちらを写真こう撮りながら、散策してまいりました。お賽銭等もね、させていただいて、お守りを買ったりという形ですね。はい、ではここからちょっと一緒に見ていきましょう。あいにくね、天気もかなり、あいにくではないか、天気もすごい良くてすごいいい天気でしたね、青空で。はい、気持ちの良い天気でございました。あちらお賽銭の部分ところですね、皆さん人がいるところ。はい、では幸せみくじということでこちら引いていきました。200円でという形ですね。はい、この場で開けていこうかなというところで、ちょっと場所を移って、開けます。あのね、片手で開けようとするもんだからね、苦労するというね、カメラがブレブレでございます。この時はね、 iPhone で撮影をさせていただいており、もうブレてますねはい、 iPhone で撮影をさせていただいていて、中に入っているもの、こちらはゼニガメかなが入っておりました。はい、こちらは財布の中に入れさせていただいております。はい、こちら末吉という形ですね。はい、頑張って片手で開いてますね。今大変勢いが強くて力みすぎる傾向が見えますという形で書いてますね。勢いに任せてこのまま進むと大きな壁にぶつかり、大きな反動を受ける結果になりかねませんと。ここは自ら一歩下がって何事も慎重に処することが大切と。はい、そのような形で書いておりますね。なのであんまり力みすぎちゃダメみたいですね。力抜きつつ頑張りましょう。ことによると、決まった後に問題が起こるかもと、交渉事などですね。採算面もここで見直ししてみようと。うん、でこちらも書いてますね。縁談などもありますね。まあそちらは後でゆっくり私も見させていただいたものであります。はい、じゃあ次こちらですね。健康などですね。日頃丈夫だと無茶しやすいと。暴飲暴食に注意することって書いてますね。はい、試験などそういうものは勇み足だと失敗する懸念があると。なので謙虚に実力を反省し努力を積み重ねようと。雑念を振り払うことが大切じゃぞということですね。はい、そしておみくじを引いたので、北海道神宮を後にしていくという感じでございます。はい、すっごく良い天気でございました。もう太陽がね、眩しくて春らしいね。まあ、まだ桜は咲いてないんですけどねっていうところでございます。はい、では次丸山動物園に行きました。まずはこちらは鷹ですかね。鷹？ワシ？はい、ちょっと大きめの鳥さんたちがいっぱいいるところですね。もう光がもう撮り方のこの雑さ、はい、ちょっと反射というか逆光というかね、なっちゃってますが、そうバサバサバサっとちょうど飛んでくれたんですよね。こちらは、触れ合いゾーンというところでポニーですね。はい、まあ、あのポニーちゃんに関してはね、手で触れないでくださいみたいなのもあったので触れてはいないですけど、羊さんもいらっしゃいました。出てますね、鼻をヒクヒクさせています。可愛いですよね、癒されます。こちらはリスザルですね。はい、あのペットボトルの中にはミルワームと呼ばれる虫が入っております。それを頑張って穴から取り出して食べている状態ですね。
リスザルなどは野生下で暮らしているときには、生き餌を食べていますので、虫をこう拾って、うん、今食べてますね。はい、こんな感じで食べております。こちらもリスザルですね。はい、こんな感じで、頑張って中から取り出そうとしてますね。で、この下にいる子なんですけれども、ちょっと取れてないかも、取れてないですね。取れてないんですが、人が取ったやつを食べるって感じですね。はい。こちらはエゾモモンガですね。3匹いらっしゃいました。なんかね、醤油と豚骨とネギちゃんだったかな、そんな名前だった気がします。こちらはエゾウサギでしたかね。はい、北海道にいるウサギですね。はい、ちょっと普通のウサギとは違うかなという感じのウサギでございます。糞がポロポロと落ちてますね。可愛いですよね。耳をヒクッとさせてますね。こちらは白鳥だったかな、んカルガモだったかな、なんか鳥さんです。歩いてたんで撮りました。この後ね、子供の足元に行って子供が大泣きしてましたね。はい、こちらはプレイリードッグですね。かわいいですね。はい、こちらがプレイリードッグの巣ですね。こんな感じで寝室があったりという形で暮らしているようでございます。で、こちらがダイニングっていう形になってるそうですね。オグロプレイリードッグという種類らしいです。あ、かわいい、今ちょうど食べてますね。はい、次はこちらはエゾタヌキだったかな、北海道にいる種類のタヌキらしいです。こちらですね、エゾタヌキでございます。タヌキの亜種で北海道の森林や河川などにいると。はい、次はこちら猿山ですね。日本猿がたくさんいらっしゃいました。で、暖かいこう気温になってきているからかですね、皆さんなんかすごく眠そうにポカポカしながら過ごされてましたね。こうのそおりのそおりと動きながらゆったりと過ごしてますね。毛づくろいしてる子たちもいらっしゃいますね。はい、こちらは裸デバネズミです。ちょっとキモカワで有名なネズミちゃんですね。すごいちっちゃいんですよ。これ映るかな、映らなかった。そう、ここがこうこうやってはい、巣を移動したりですね。はい、で、こっちはサーバルキャットですね。某アニメで有名になったあの猫ちゃんですね。寝ていてこっちは全然見てくれませんでしたね。やばい、名前を忘れてしまった。立つやつです。やばい、名前忘れちゃった。名前忘れちゃった。でも可愛い。はい、こちらダチョウと奥にキリンがいらっしゃいますね。ダチョウって近くで見るとめちゃめちゃでかいですよね。しかもですね、ちょっと観察していたら取れてないんですけれども、目の前で思いっきりうんちされました。かかってはいないですけどね。はい、こっち見てますね。すごい体してますよね。足すごい細長くて、首も細長い感じで。はい、こちらはこの子も名前忘れちゃった。ガゼルとかの仲間ですね。はい、草食動物さんでございます。ちょこちょこ動物の名前忘れちゃってます。お許しください。でも可愛いんです。こちらはアムールトラですね。トラの中でも一番大きいトラの種類らしいです。この子ですね、サービス精神旺盛でですね、ずっとこの世に歩いてくれてるんですよ。はい、中にいてもね、子供の前歩いてて子供たちがすごい喜んでましたね。こちらは、月のワグマだったかな。はい、おじさんかなって
思うぐらい中に人入ってるんじゃないかっていうぐらいだるそうに寝てます。二日酔いのおじさんみたいな感じですね。もうちょっと寝返してくれよみたいな感じですね。はい、こちらはレッサーパンダです。面白い展示のされ方をされてまして、こちら、上がですねレッサーパンダが通れるところになっていて、下は私たち人が歩けるスペースになってるんですね。そして意外と落ちてこないんですね。器用だなと。多分こういう習性があるから、その習性を生かした展示の仕方をしているんだと思います。一応下の地面にも降りられるようにこの手前の方ですね、木があってそこから下に降りれるようにはなっておりますが、降りる気配はないです。で、あそこからもともと檻というか展示室ですねの中に戻れるみたいなんですけれども、今は閉鎖されていて、この時間帯は戻れないって感じですね。おそらく飼育員の方があそこの入り口を開けると中に入って戻ってくるって感じですかね。なんかですね、ちっちゃい子供が入ってるんじゃないかというぐらいこう器用に歩いていて、すっごく可愛かったですね。ただ途中まで行って戻ってくるって感じですね。こちらはですね、熱帯館の方にいましたアロワナでございますね。アロワナってなんかかっこいいですよね。はい、私が大好きな爬虫類両生類館です。ちょっと気持ち悪い子もいるかもしれませんが、よかったら見てあげてください。この辺はヤドクガエルですね。ヤドクガエルはなんか噂によると飼育下では毒がないそうです。こちらは、ワニさんですね。何だったかな、なんちゃらガーだったかな、なんかそういうタイプのワニさんですね。撮り方下手ですね。めちゃめちゃスマートフォンのカバーが反射してますね。はい、あんな感じで獲物を本来は待ってるんでしょうが、獲物は今は来ておりませんね。浮いてますね。こちらがコモドオオトカゲだったかなです。ずーっとじーっとしてますね。動かないですね。首がちょっと息してるって感じがわかるぐらいですね。こちらがなんちゃらパイソンだったかな、はい、でございます。すごい綺麗な青色してますよね。こちらがヤモリですね。何ヤモリだったかは覚えてません。申し訳ないです。こちらは普通のイグアナ系の、トカゲさんですね。寝てます。大体爬虫類ってね、見ると寝てるんですよね。活発な時間というのがなかなか少ないので、暖かい太陽に当たり、まあ、変温動物ですのでねっていうところですね。はい、こちらもカエルさんですね。コケガエルだったかな。お、ちょっと動いてます。こちらが枯葉のように擬態をするカエルですね。名前は忘れてしまいました。こちらもヤドクガエルですね。先ほど、一番最初のところに出てきたやつですね。動いているとかわいいですよね。ぴょこぴょこっとしてますね。ヤドクガエルにも色違いでいろいろいまして、こういう黄色いタイプのヤドクガエルもいました。飼育下なのでこの子たちは毒がないそうです。自然下で、育っているヤドクガエルに関しては、その自然の中で食べているある例えば食べ物によって毒が蓄積されるらしいです。はい、こちらはなんたらサラマンダ、イモリやサンショウオの仲間ですね。はい、こちらはヒョウモントカゲモドキ、よくペットショップでも売られているような種でございますね。寝てます。
こちらは、日本カナヘビでございますね。はい、奥の子はちょうど脱皮してますね。はい、よく日本でも見かけられるような、トカゲの仲間ですね。普通のトカゲとは違って、こうテカテカしているタイプではなく、ちょっとこう土系色しているような子たちですね。北海道でもよく見る子たちです。はい、続きましてこちらはフラミンゴですね。熱帯ゾーンでございます。すごくね、この中暖かいですね。こう温度を調整しているところですね。はい、ここねドアップしようとしてるんですけども、全然映らないんですが、あそこにですね鬼大橋がいらっしゃいます。全然見えないですね。はい、くちばしがオレンジ色の鳥でございますね。こちらは、チンパンジーのゾーンですね。結構みんな寝てますね。やっぱり春のポカポカした陽気で、眠いんでしょうね。はい、こちらカンガルーゾーンですね。はい、で動物園と言ったらっていうような、ライオンに関しては爆睡していたので、取れませんでした。結構どの動物も寝てますね。活発ではなかったですね。はい、ピントが合っていない。あ、合いましたね。あ、また合ってない。あった。はい、はい、こちらがですね、すごく映りにくいんですが、夜行性の動物スローロリスですね、が餌を食べていったところです。フラッシュがダメなので、暗い中で撮っているので、どうしてもこのようにちょっと暗めの映像になってしまっております。餌食べてる姿は珍しいらしいです。普段結構寝てるみたいです。はい、近くにいたモルモットですね。すごく可愛いですよね。ぴょこぴょこ動いてて、黒い子いいなと、まあ、ペットとしてもね人気だったりする子ですね。いなくなっちゃった。はい、では最後の展示室の方で、蝶の標本を見ております。カラスアゲハや、普通のアゲハ蝶ですね。キアゲハ、この辺はモンシロチョウなどですね。これは名前忘れちゃったな。はい、いろんなタイプの、まあ、日本にいる種が基本メインになってますね。こちらだと今この後多分ドアップにすると思うんですけれども、大紫ですね、この辺だと。はい、大紫はね、北海道栗山町の方に、何匹か見たことがございますね。私もチョウの標本とかちょっと作ってたことがあります。標本作るの難しいんですよね。綺麗ですよね、大紫。モンシロチョウもこんだけいるとすごいですね。圧巻です。アゲハチョウはいろんな色があってね、ちょっとすごいびっくりしちゃいますよね。はい、こんな感じで標本を見ておりました。あとはですね、こんな形で受賞した、なんか表彰されているものだったり、あとは奥の方にですね、こんな感じで、はい、剥製などもいらっしゃいました。はい、最後はこのような形の標本ですねを見ていって、最後の、展示ブースという形でございました。はい、結構楽しい、私の小旅行じゃないですけれども過ごさせていただきました。こうたまにね動物園に行くと楽しい気持ちになれていいかなと思います。もしよろしければ皆さんもご旅行とかで北海道に来られた際、丸山動物園行ってみてはいかがですか。そしてあとは小樽水族館、あとは登別にあります
マリンパークニクス、はい、などですね、行っていただいてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は丸山公園周辺の散策の動画でございました。それでは以上、リンドでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローはこの辺から、その他のおすすめ動画はこの辺からよろしくお願いします。ということで、リントでした。イエーイ。